国鉄 DD54 型ディーゼル機関車。DD54 型ディーゼル機関車。DD54 型ディーゼル機関車は、日本国有鉄道、国鉄が1966年から設計、製造した、アカン専用液体式ディーゼル機関車である。国鉄の幹線、アカン専用ディーゼル機関車としてはすでに DD51 型が実用化されていた。 DD51 型では1000馬力級エンジンを2機搭載として、大出力を得たが、1950年代後半以降、ヨーロッパの各国国鉄では西ドイツ国鉄 V160 系、あとの216系、2000馬力機関搭載や、ベルギー国鉄200系、2000馬力機関搭載、フランス国鉄 BB67000 系、2400馬力機関搭載、など、 2000馬力から2700馬力程度の出力のディーゼルエンジンを一気搭載し、車両重量の軽減、保守の容易化、製造コストの削減を狙った設計本専用ディーゼル機関車の量産が行われており、日本でも注目されていた。しかし、この時代の日本においては、車載可能なクラスの2000馬力級ディーゼルエンジンの製作経験がなく、 またこのクラスの単一機関出力に対応するトルクコンバータを自力で設計、製造するとも技術的に困難であった。そのような状況下で三菱重工業が当時液体式ディーゼル機関車の設計政策で先進国であった西ドイツ、当時のメーカーからライセンス供与を受けて技術を導入、まず1962年に西ドイツから輸入され、 無分解運用が可能と謳われた1820馬力級ディーゼルエンジン、およびこれに対応し自動変速を可能とした液体式変速機を搭載した DD91 型を試作製造。同期は1965年まで国鉄に貸し出されて、三陰本線の京都その部間などで試験、運用された。同形式は試験終了後、国鉄席に編入されずそのまま三菱重工業に、 返却された。試験結果が高成績であったこと、さらに同等の車両がイギリスでも導入、運用されていた実績から、これを基本とした、アカン専用液体式ディーゼル機関車が量産されることとなり、本形式が設計された。ただ実際の運用に入ると、当時の日本では手に余る技術であったことに加え、西ドイツ側との連携不足などもあり、トラブルを頻発させていた。 そのためいずれの車両も法定対応年数18年を終えず運用を離脱している。結果、失敗機関車との落印を押され、国鉄の資産運用について国会で質疑応答が行われる事態にまで発展した。1966年に試作車として DD54-1DD54-3 の3両が製造され、各種試験に供された後、 1968年から1971年までの4年間に d d 5 4 4 d d 5 4 4 0の37両が量産車として製造。西ドイツ側メーカーと三菱重工業がライセンス契約を結び国内で製造を行った。その開発経緯から全社とも三菱重工業が製造を担当しており。 正番は順に1389から1391.1485から1489.1631から1640.1738から1 7 4 4 1 7 5 0 1 7 5七1 7 5 3 1 7 6 5から1776となる。なお、わずか4年間に集中して37両が、 製造されたにもかかわらず製板が連続せず、かなり細かく細分化されている。これは、当時の三菱重工業三原製作所が、国鉄向けの多形式の機関車も、国鉄から10、生産していたためであり、欠落部分の番号の大半はそれらに割り当てられている。ライセンス生産となったエンジンや変速機については契約上、 日本側での設計変更や改造は認められておらず、あくまで製造のみが認められていた。この事項が同機関車の運命を決定づける要因になった。車体は前後に運転台を排した箱型である。試作車にあたる DD91 型では、いわゆる湘南型の2枚窓構造の運転台を備えた平凡な構造、形状であったが、本形式に先行して、 設計、製造された ED72 系、ED73 型交流電気機関車及び、新幹線911系ディーゼル機関車と同様に、倉庫を突出させた、区の事情の全面形態が採用され、車体断面も、側板の上半分を内側に傾斜させた、ヨーロッパ調の独特のエクステリアデザインとなっている。充連運用を考慮していないため、 正面貫通扉は装備せず、総括制御に必要な釣り合い管や、制御用ジャンパー線などを設置していない。製造時期により外観は前頭の位置と、前面窓の形状が異なる他以下の相違点がある。体別で、常述3タイプ、各部仕様で細分すると1から6次車に区分される。西ドイツのメーカーからのライセンス供与を受けて、製作されたエンジン。 変速機を搭載するが、動力台車や蒸気発生装置、それにブレーキシステムは、同時期製作の DD51 型や D10 型などとの部品共通化が図られている。本形式は、軸重上限の低いや感染での使用を前提とし、同軸重軽減のため軸配置を B-1B とした。一般的なアウトサイドフレーム。 外側大枠式の軸バネ台車を装着していた DD91 型とは異なり、2軸インサイドフレーム、内側大枠式台車である d t 1 3 1バイト、あるいは d 百1 3 1 e DD544、DD5440 DD を装着する。これらは1965年設計の DD53、型用 d 百1 3 1の派生機種にあたり、 最終減速機の波数比が本形式と同じ1966年に設計されたデジュー系試作車用 DT131C と同じ4.482となっているなど極力多形式と共通の部品を採用することで保守の合理化を図っている。なお、量産車が装着する DT131E はデジュー系基本版台。 で15以降及び500番台などに採用されたのと、全く同一品である。2台の動力台車の間に、TR-104 あるいは、TR-104A、DD54-4、DD54-40 DD と、故障する、リンクにより横道を許容される構造の一軸中間台車を装着する。量産車でのサフィックス付与は、試作車用の TR-104 で、台車創価であった。 ATS 車上紙が車体有化した倉庫に変更になったことに伴う設計変更を反映したものである。この中間台車の装着により本形式は自重約70トンの大型機でありながら軸重は約1 4トンに抑えられ4級線への入線が可能となっている。使用予定線区の実用倉量に鑑み DD51 型より やや出力を抑えた設計も DD91 型から継承された。搭載機関は西ドイツマイバッハ社マイバックイコールゲンマトゥーフリードリッスハーフェン設計による MD870 を三菱重工業がライセンス生産を行った DMP86Z 液体変速機は爪クラッチを介在させた4段変速機構を持つ DW5 で 同じく西ドイツのメキドロ社、マッケイドローが設計した K184U のライセンス生産品である。この変速機構のため、立候中の変速診断時に、一旦エンジン回転数が下がる変速音を発しながら加速するという独特の走行音であった。同時期の国鉄ディーゼル機関車で標準となっていた DL-14A ブレーキ装置を搭載する。 旅客列車引運用への対応として、全車が列車暖房用蒸気発生装置、SG を搭載する。SG は DD54-1DD54-3 が DD51、軽初期車と共通の SG4、DD54-4DD54-24 がこれを改良して蒸気発生量を増大させた SG4A、そして DD5425DD5440 が SG4A を完全自動運転方式に改良した SG4S をそれぞれ搭載する。いずれも同時期製造の DD51 型に搭載されたものと同一設計品で縦型水管式ボイラーを備える機種である。1968年6月28日に山陰本線鳥取太鼓山間の 岩基地踏切付近で急行、沖を牽引中だった DD54-2 の推進軸、ユニバーサルジョイントが突如破損落下。続いて1969年11月にも、山陰本線、浜坂、二庭の勾配立行中などの DD54-11.14 が落下した推進軸を原因とする床下からの出火事故が発生した。前件から間もない時期にもかかわらず、 推進軸に起因するトラブルが連続発生したことから対応策として1970年より推進軸強化や脱落防止加工を施行した。1972年に新設の信頼特急、出雲県引用として前年に8両が申請配置された米子機関区所属者の中から DD5432 から37。 6両が同列車の牽引機に指定されたが、当時、出雲に使用される二重軽客車は、全車が時速 110km 運転に対応するために、応答性能の高いアレブ、増圧装置不電時自動空気ブレーキへ改造済みで、電源車以外の全車が圧縮空気の消費量の多い空気馬台車を装着することから、牽引にはブレーキ増圧装置、 空気バネへの空気圧供給用元空気のメカ管 MRP 引き通し、つまめんこ敷部中央にヘッドマーク、装着固定用金具を追加搭載、設置する改造工事を講した。1966年に先行試作車である DD54、1DD543 の3両が、福知山機関区、現、福知山電車区に申請配置された。 これらの運用結果が良好だったために、本格量産が決定した。1968年から1971年までに、量産者37両が順次落成し、全40両のうち DD54、1DD54、29DD54、38DD54、40の32両が、福知山機関区に DD54、30、DD54、37の8両が、 与那ゴ機関区、現、五島総合車両所に、それぞれ廃棄された。本形式はその新生時の計画通り、東寺山陰本線、万丹線、福知山線などの列車牽員運用に用いられていた C57 型、C58 系統の蒸気機関車を置き換え、当該路線群における、無塩化を促進した。1968年10月6日には、DD54 本向き DD543 全補機の2両が福井国体開催に合わせて運行されたおし列車の牽引に供された。1970年より重大なトラブルを招いていた推進軸の交換を進める。これ以降、初期のような致命的トラブルは発生しなくなっていった。1972年3月15日から京都、 浜田間で、米子機関区配置機6両により、寝台特急、出雲牽引が開始された。しかし、この頃から、エンジン本体や液体変速機側での故障が頻発するようになる。本形式の牽引する列車を当時残存していた C57、型蒸気機関車が救援する、といった、皮肉な事態すら発生するようになっていた。このため、出雲運用への重当は2年で終了し、 1974年には同運用の DD51 型へ置き換えが実施された。さらに、本形式での故障頻発が運用、保守の両面で深刻な問題となっていたことと、DD51 型が初期故障をほぼ克服し安定した稼働実績を確保していた状況から、本形式は DD51 型で大体、淘汰されることが決定される。 1975年から1977年にかけて三院地区へ同形式の心臓並びに立地区からの転入が実施された。これにより、その時点で三院本線用として配置されていた DF50 型と本形式のトータが実施され、本形式は1976年6月30日に12両、1977年1月17日に10両、 同年11月21日に10両、1978年5月11日に4両が廃車された。最後に残った4両も1978年6月18日の万端1645列車を最後に運用から離脱し、同年8月に旧車、同月11日に断全車廃車となった。しかし、 DD5412 と DD5433 については一旦廃車の後、なぜか車席復活の手配が取られ、同年12月1日に改めて廃車された。これをもって本形式は形式消滅となっている。旧車、廃車車両は解体まで、高取工場、福知山駅、東舞鶴駅、陸野駅構内に留置された。本形式に搭載された。 DMP86Z は、精緻な設計と構造を有していたが、出力あたり重量は4キログラム、p s 程度で、国産の DML61Z 型の5キログラム、p s を上回っていた。運用中も冷却水が、シリンド内に漏れるトラブルが、稀に見られたものの、出力と耐久性には、問題がないなど極めて優れた、設計のエンジンであった。また、 液体式変速機は常時、歯車組み合わせ式で直結弾を持たないなど、日本国鉄が標準として採用していた、フォイト社開発のミツルハイ、油式とは異なる、機械式変速機に近い特徴的な機構を実現してを全般的に、西ドイツの工業製品らしい、精緻な技術の塊とも言うべきものである。もっとも、試作の DD91 型が、エンジン。 変速機ともに西ドイツ製の純正品を搭載していたのとは異なり、本形式ではそれらをライセンス生産契約に基づき三菱重工業が製造した日本製同等品が搭載されており、さらに手重型などと台車を共通設計とした結果、最終減速機や推進軸周りの設計がオリジナルの DD91 型とは異なったものとなっていた。 機関は好調だったものの、口述するように、本形式の重大故障は DD91 系の原設計から大きな変更が行われた、推進軸と緻密な設計の液体変速機など、機関の周囲に集中していた。西ドイツでは MD870 系列の機関は BB-CC の軸配置と組み合わせて使用されたが、本形式は軸重の関係で、 B-1B の変則的な軸配置とならざるを得かった。車体内部の1エンド側にエンジンと変速機、2エンド側に蒸気発生装置、SG を搭載しており、車体前後にある2軸駆動の動力台車を変速機からの推進軸、プロペラシャフトで駆動させ方式であったが、2エンド側の動力台車へは、推進軸が中間の1軸台車の上を越えて、 永遠に伸びた設計となっており、動力の引き回しのために、機関の軽量高出力のメリットも損なわれていた。安易に多形式と仕様を共通化したことで、結果的にその車両寿命を著しく縮めることとなった。本形式は変速機周りの構造が比較的単純であった DD51 型などと比較して、複雑で整備に非常に手間がかかるほか、 故障となると配置車両基地の保守係の手に負えず、三菱側保守担当者が常駐する高取工場へ改装して修繕を行う必要があった。また、設計、構造についての不明点を西ドイツのメーカー本社へ問い合わせるなどの際に、ライセンス契約締結時に仲介を負った三菱商事の対応が悪く、また、メーカー本社の回答も遅れて修繕が進展しないといった、 悪循環も発生した。この結果、国鉄の本形式に対する信頼は完全に失われた。以下で、事故、故障の打ち多発した症例について解説する。際立ったスタイルで注目を浴びた最新鋭機関車でありながら、事故と故障の続発に当初の期待とは裏腹に早々と運用を離脱する結果となった。そして、 以下の経緯から車両としては失敗策と位置づけられた。これらが問題点への迅速かつ最適な対応が、できず解決を長引かせた主因である。さらに運用されていた1970年代はちょうど、マルセイ運動の挫折によって、労使関係が悪化した時期と重なる。現場では、国鉄労働組合、国労、国鉄動力者労働組合、 同僚の勢力が極めて強く最先端技術を取り入れた車両や保守取扱いに手間のかかる不便な車両は労働強化につながると敬遠される向きもあった。日本技術人が独自開発を行った DD51 型も初期故障に悩まされたが本形式とは対照的に設計変更と改造を繰り返しながら開発人と保守人が一体となって克服することが でき、後の大量増備につながった。国鉄も予想し得なかった、高価な新鋭機関車の早期淘汰は、廃車時の車令が最長でも、約10年で、全車とも、法定対応年数、18年に達していないばかりか、平均で7年4ヶ月、最短で4年10ヶ月と、その半分にも満たなかったことから、後日国会で問題として取り上げられ、会計検査員からも、 不適切な処理を指摘された。ほぼ同じ時期に国鉄では EF70 が製造から15年前後で多くの機関車が余剰になったがこちらも対応年数の問題などで長期級車を余儀なくされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。